しばらくライブの動画を上げれてなかったんで、今回はライブの動画一挙公開ということでお届けしていきます。3月25日ですね。もう春がもうすぐそこまで来ているという時で、もう本当に天気が良くてドライブ日和でしたね。この日は、金沢のジェラス街に向かってます。ブルースの将軍ギタリストの、菊田俊介さんとご一緒します。その前に腹ごしらえということで、こんな渋い食堂を発見しました。節度メニューって書いてありますね。ここはもう本当に家の一角が食堂になっているという感じで、献立表ね、膨大な量のメニューがあるんですけれども、入ってみるとね、本当にあのアットホームな感じで、アットホームっていうかおばあちゃん家に来たっていう感じですかね。で、例によってこういうまあなんか炭水化物の応酬みたいな、まあ、こんなんばっかり食べてますね、旅先で。で、ここはね、中華麺がすごい黄色くてね、なんかこうすごく懐かしい感じがしました。で、やっぱり赤巻かまぼこが入ってましたね。富山の名物だそうです。北陸のラーメンでよく見られるんですけれども、福井県では赤巻かまぼこ入ってるとこないですよね、あんまり。で、ジェラス街に到着してリハを終えて、またご飯食べてますね。グリル大塚、ジェラス街のちょうど裏手にあるんですけれども、1950年代に創業した老舗の洋食店です。カルトコースって書いてありますね。なんか元々の意味が儀礼とか祭祀っていう意味があるみたいなんで、まあ多分お祝いコースみたいな、そういう意味でつけたんじゃないかなと思います。ちなみにフランス語だそうです。このめちゃくちゃ美味しそうにジャガイモ食べているのがベースの磯部隆二さんです。来ましたね、ハントンライスです。これはあのご存知の方いらっしゃるとは思うんですけれども、金沢の名物ですね。簡単に言うとオムライスに白身のフライが乗っていて、ケチャップとタルタルソースがかかっているというものです。本当に美味しいんですよこれ。で、ここのあのハントンライスはね、一番美味しかったですね、今まで食べた中でも。どうやらハントンライスというものはもともとまかない料理だったそうで、このグリル大塚の、店主の方がもともとデパートの料理長されていて、でそこのまかない料理として出していたそうなんですね。メンバーはサイドギターにワンティーさん、ベース磯部隆二さん、ドラム上坂智介、まあ、このおなじみの金沢のブルースメンバーでやらせていただきました。菊田さんのキャリアは本当にすごくて、ブルースの女王ココテイラーさんとの共演だったり、BB キングさんの、バンドマスターをね務める、もう本当にねすごいキャリアですよね。本当にそんな方とご一緒できるってのは本当に光栄と言いますか、まあ恐縮と言いますか、いや本当にもう毎回毎回彼のギターを聴いて感動してますね。でも菊田さんは本当に分け隔てのない方で、ライブにはすごく愛があふれていて、すごくねこうみんなで楽しもうねっていう、バンドみんなでブルースしようぜっていう、そういう感じがねすごく伝わってくる。その背中でブルースを教えてくれてるんだなっていうのをいつも、後ろで感じています。そしてジェラス街といえば打ち上げがすごいんです。このもうね食いまくってますね。いやこれも美味しかった、全部美味しかったです。はい、ありがとうございます。そして次の日は福井ですね。ジェイクスホールオールドルーキーにてルーキーズブルースナイトボリューム1ということで、この日も菊田俊介さんとの演奏になります。メンバーは菊田俊介、天野翔太、上坂智介です。で、オールドルーキーといったらやっぱり上海亭ですよね。もうここでライブするときは隣の上海亭に行くって決めてるんです。相変わらず映画のセットみたいで、本当にたまらん店内ですよね。頼むのはいつもこれです。半チャンセット。
このね、ごま油の効いたチャーハンと手打ちの中華麺そして独特な香りがするスープ、たまらないですね。これ映ってないですけど、実はあの天野翔太くんとね2人で食べてます。ここの中華そばは定期的に食べないと禁断症状が出るんですよね。いやー本当にうまい。今回は福井のブルースバンドもたくさん出られていて、もうなんかねブルースミュージシャン勢ぞろい、ブルース祭りみたいな感じですごい楽しかったですね。菊田俊介さん、2日間ありがとうございました。そして4月8日はイチローチェーンオブブルース、白山市に向かっています。崖の上サーカスというね、あの初めて演奏するお店で演奏させていただきます。あの本当にね行ってみたかったお店だったんで、すごい楽しみでした。でその前にちょっと腹ごしらえ、ホタヤ食堂というところですね。ここは小松市ですね。で小松というと小松うどんというのがあるそうで、僕全然知らなかったんですけれども、それをちょっと食べてみたいなと思って、ここは昭和6年からもうすでに店があったそうなので、やっぱりせっかくなので歴史のあるお店で食べてみたいですよね。小松うどんはあの松尾芭蕉も称賛したそうですよ。店内は最近改装されたようで、すごく綺麗でした。ジャズがかかってますね。天ぷらうどん大盛りいただきました。柚子がねすごくいい香りで、手打ちのうどんなんですけれども透明感があって平打ち でツルツルと喉越しが良くて、出汁がよく染み込んでるんですよね。出汁もよく鰹が効いていてすごく美味しかったです。古風なうどんですよね。最近やっぱりさぬきうどんの影響ですごくねコシをあの前面に押し出しているうどん屋さん多いんですけれども、僕はこういう出汁を楽しめるうどん大好きです。そして崖の上サーカスに到着しました。本当に崖の上にあるんですよね。すごいいい景色で、もうこれは着いた瞬間から、あ夕日がきっと綺麗なんだろうなと思いました。ここですね、シンガーソングライターの川辺蓮くんが、やっているお店です。もうすごいね素敵な場所で、でもともとなんかあの喫茶店の建物を使ってやっていて、もうこのシャンデリアとかもすごい可愛くて、で今回は、お店のドラムセットを使わせてもらってます。パールの EXRエクスポートシリーズというやつですかね。これねあの20インチなんですよね。20インチの12-14、ライブハウスで20インチが置いてある場所ってあんまりないので、すごく嬉しかったですね。僕20インチが大好きなんですよ。これ色も可愛いですね。リンゴスターのあのブラックオイスターパールみたいな感じで、そしてまた、リハが終わって腹ごしらえですね。これがねめっちゃ美味しそうで、もうなんか夕日に照らされてオーラをまとってますね。内装もねすごいこう川辺蓮くんのこだわりがすごい感じられて素敵なお店だなと思いました。でバックヤードでいただいてます。本当に美味しかったですね。これあのバジルソースがねすごい効いててめちゃくちゃうまかったです。で多分自家製なのかな、ピクルスも入っていて、でポテトの揚げ具合も最高でしたね。この日のメンバーは一郎さん、ワンティーさん、磯部隆二さん、そして上坂智介でお送りしました。チェーンオブブルースもね回数を重ねていくたびにどんどんバンドがまとまっていっている気がします。
こうどん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 ね強くなっていっているっていう感じで、うん、こうしてこう最高のチームが出来上がっていっているなっていう感じがすごく楽しいですね。で今回は、前回のチェーンオブブルースで僕の中でも結構いろいろな課題点というのが見つかって、まあ、そのリベンジ、まあ、自分の中でこうリベンジという意味で結構ねいろいろサウンド面でも研究して、臨んだんですけれども、まあ、本当に一つ手応えがあったライブだなと思いました。あ、そうそう、それから、川辺蓮くんもね、このバンドをバックにして、オリジナル曲を2曲歌っていました。彼の歌も本当にストレートにこう心にまっすぐ響いてくる歌で、そんな彼が作ったお店だからこそですね、いろんなところに愛が散りばめられている、そんな感じがしました。とてもいい夜になったと思います。バンドメンバーの皆さんと一郎さん、そして川辺蓮くん、スタッフの皆さん、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。ということで、今回の無責任ラジオいかがだったでしょうか。駆け足で紹介しましたけれども、まあ、またこんなライブ動画も上げていこうと思います。ということで、チャンネル登録、高評価、低評価、どちらでも構いません。またコメントあると励みになります。というわけで次回お楽しみに。さようなら。